FM 議論から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。5月3日水曜日、時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティの小浜直人でございます。はいはい、もうねゴールデンウィーク入ったけどね、昨日のお昼ぐらいまで番組があることを忘れてたそうだ水曜日だって今週もね雑に進めていきたいと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。はい、今週もですね、ゲストに AC クレーンのヨハネさん来ていただいています。どうもこんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、今週もですねよろしくお願いいたします。はい、うん、今週はねもういつも以上にいろいろおしゃべりしたいことがあるので、はい、はい、サクサクやっていきましょう。お願いします。はい、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞお付き合いください。この番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラボ接骨院、真心美味でご提供居酒屋マジュン、バーガー&バー沖縄、ボアソルチ、以上各社の提供でお届けいたします。はい、よろしくお願いいたしますね。はい、まあですね、一応ねいろいろ、はい、お話ししていきたいことがあったんですけど、まずはもうビーチサッカーの話しようかな。ごめんね、先週よちょっとビーチサッカーも始まるよってことをお話しできなかったんですけど、はい、この1週間で予選がね始まって、今朝方この第3試合がありました。はい、日本はですね、残念ながら今日ブラジル戦1勝1敗かなで、はいはい、今日のね今朝のブラジル戦を迎えて、もう勝たないと、うん、決勝トーナメントいけないよっていう、はい、ところだったんですけどね、やはりブラジルは強かった、強いですね。はい、結果的に9対3かな。うん、で日本は、勝ち点3の1勝2敗か、はい、うん、でブラジルが3戦全勝で、前年度の、準優勝優勝かタヒチが2勝で、はいはい、ブラジルとタヒチがグループ突破しました。日本ねちょっと調子もね良、はい、かっただけにちょっと残念だなと思うんですけど、はい、やっぱりね強いですね、ブラジル。いやもうちょっと後藤選手がねちょっと泣き崩れたシーンとかを見てしまうとね、はい、そっか、でも初戦で5点取ってましたからね、うん、そうですね、本当にね初戦見た後、はい、おおいいなとか、いけそうだなって、そうですね、県内でね沖縄県内で代表合宿をね、はい、直前の合宿も開いていただいたりもしてたので、ね、やっぱりうちなんちとしては、はい、そうですね頑張ってほしいですね。期待してた部分も大きかったんですけど、まあ、はい、やっぱりね今後につながるでしょうし、ビーチサッカーもね、はい、新たなまた、風がね、はい、入ってくると思いますので、今後に期待していきたいなと思いますよ。はい、はい、あとですね、はい、FC 琉球、はい、先週ね、はい、J3 やりました、ブラウブリッツ秋田戦、なんともうこれスコアが逆だったら素晴らしい。そうですね、6対1の、はい、もう大敗しておりましたね。はい、で一応この試合見に行きました。はい、どうでした？でちょっと遅れていったのさ。はい、もう会場入った時には1点取られてたからいやまだ1点だったんですね。まあそうですね、前半が 2-0 かな、で後半に4点取られて6対1。本当にね、はい、ちょっと大味な、その前の天皇杯の本予選がね、はい、沖縄県で行われた試合も5対5の PK だったから、はい、この2試合で11点取られてるって考えるとさ、ね、失点の部分はちょっと痛いですよね。ちょっとね、はい、今日どうした？気になりますよね。そうですね、本当にちょっと気になりましたね。FC バリーの JFL で5点取られて、はい、まあ、この J3 の同じカテゴリーもあって、ね、ブラブリッツ秋田はでも良かったと思いますよ。6点取られるっていうところが、琉球はディフェンスラインがもうね、バタついてる感はめちゃめちゃあって、ただ
秋田はね、もう3点目取っても4点目取って もうプレスがすごいのさ。あ、負けてるチームがあれやらなきゃっていうな、ゲーム内容でした、はい、本当に。あ、どっちなんだっていうような、感じでしたね。やっぱりちょっと試合途中で帰るサポーターさんもいましたし、で、試合後のね、ちょっとブーイングもやっぱり強かったですし、はい、まあ、試合後の選手との、触れ合えるね、はい、ちょっとしたゾーンがあるんですけど、そこでやっぱりいろいろね、熱く語ってたサポーターさんもやっぱりいらっしゃったので、はい、ただね、やっぱり選手はね、一番悔しい、もう沖縄県でね、はい、ゴールデンウィークのスタートの試合がああなってしまうのはね、選手もやっぱり一番悔しいはずなのでね、今後にね、ちょっと期待したいなと、思います。もう本当にね、でもちょっと衝撃的な結果だったので、本当に次の試合からね、はい、その、なんていうんですか、結果をちょっと見返すというか、大きくね、変えるような試合にしていただけたらなと思います。はい、はい、もう皆さんぜひね、応援していただけたらなと思います。はい、琉球はまた、今度の土曜日かな、はい、アウェーでね、FC 東京の、アンダー23との試合もありますのでね、はい、県内の試合はまたその翌週かな、土曜日にありますのでね、また応援していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、でですね、はい、先にお話しとくか、マンゴーカップのお知らせ今週もやっとこう。あ、ありがとうございます。とかもう明後日か、違うか、明後日か、5月6日始まりますね。始まりますね。一応もうチームが6チームという形でもう決定したので、まあそちらで、はい、フットサル大会、そして2on2の、まあ、団体戦という形で、はい、やっていきたいなと思います。先週もね、ちょっと矢野さんにお話ししてもらったんですけど、はい、このフットサルの大会を行いながら、はい、ね、新たな試みですけど、すね、新競技のね、2on2の大会を、はい、まあ、競技の普及という形を兼ねて、はい、どん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 広めていきたいなと、はい、まあ、各チームでトレーニングでこれを行ってもらって、まあ選手の質を上げてもらいながら、はい、で実際僕たちがまあ大会開いてそちらに参加して、はい、どん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 この大会の質を選手自身皆さんでね、上げていってほしいなと僕たちも願ってますんで、はい、いいですね。まあ、皆さんのトレーニングで、ね、日頃やってもらえることが一番の、まあ、僕の願いなので、はいはい、そしたらまあ沖縄県のサッカーはもっと良くなるんじゃないかなと思ってます。やっぱりね、そうだよね、県内のサッカーがまだ突出する武器というか、はい、特徴がね、まだ見出せてない沖縄県で、そういったことがね、なんていうのかな、基盤作りみたいなものがね、沖縄県のフォワード、はい、面白いなって言えるようにね、はい、なっていけたら本当に、でも各選手個人個人が、はい、まあ強くなることが、まあ最低条件かなと。はい、そうですね。まあ、僕が目指してるサッカーが一つあって、そちらの、まあ土台、皆さんフォーメーションをいろいろこだわると思うんですけども、まあ、僕が目指してるサッカーは、まあ、ワンツーマンで行くという、まあ、画期的なことを考えてはいるんですけど、まあ、それの土台が1対1に強くなかったら機能しないということなので、はい、そうなんですよ。この皆さんもね、なんか、こんなのなんか他でもあるじゃんって思いがちですけど、この2オン2はですね、はい、1対1にプラスキーパーがついている、はい、大会で2オン2となっております。もう米田さんがね、先週もちょっと熱く語ってたんですけど、1対1で抜いてもシュート決められないと意味がねえぞと、はい、結果出せよみたいなね。そうですね、もちろん、はい、抜かれて終わりじゃねえぞと、抜かれた後もプレスかけることで、はい、キーパーがね、コース限定できるんだぞ、ディフェンダーっていうようなね、そういう、大きな直結したね、試合に本当に直結した、そうですね、はい、新しい競技になってるのでね、はい、まあ、一番きついでしょうね、やってる選手は。ね、僕はもうやりたくないんですけど、やってる選手は本当にきついと思うんで、まあ、前半、後半1分ずつで、合計2分しかちょっと取らないんですけど、はい、本当にフィジカル的にも何試合もこなすときつい、そうですね、競技にはなってますんで、まあ、それがね、ゆくゆくは大会、まあ、試合に生きていく。はい、体力だと思ってますね。そうですね、はい、でも本当そうよね、45分の試合前半後半合わせて90分の中でも、はい、この1対1っていうのはね、試合の中でも
一瞬だもんね、はい、もう本当に数秒だもんね、はい、うん、この1分にかける思いをねちょっと楽しみながらこの大会をね、はい、皆さんもしね、研究できるようであれば見ていただけたらなと思います。そうですね、大会当日一応動画配信とかライブ配信とかもう一応計画化しているので、はい、まあ、その大会で撮った動画をまた編集してまたネット上でアップしたりしますんで、うんうん、そっかそっか、いいですね。そこで皆さん、イメージを作っていただいて、今回はね、僕が喋ってる動画しかないので、あ、はい、今は材料がないので、うんうん、それをまあ作成して、はい、どんどんアップしていきたいと思いますんで、うんうん、了解です。ぜひ参考になさってください。わかりました。ちなみに、もう一度ですね、日時と会場を教えてもらえますか。はい、5月の6日、はい、土曜日朝の9時から13時まで、うんうん、トミグスクの中央体育館ですかね。はい、メインアリーナの方です。メインアリーナの方で、あれですよね、観覧は無料なんですよね。もちろんスタンドすごい綺麗なので、うん、すごい収容人数は可能なので、ぜひ、そうですね、興味のある方はね、皆さんぜひね、足を運んでいただけたらなと思いますよ、はい、よろしくお願いいたします。はい、この辺でですね、ちょっと一旦 CM を入れて、ただね、はい、県内出身の J リーガーだったり、今日ね、ちょっとそうなのよ、大問題になってます、ボールパーソンの話をねちょっとやりたいなと思ってますので、はい、はい、また、一旦 CM 入れて後半に向けたいと思いますよ。一旦 CM です、どうぞ。一人一人の状態に合わせて適切な施術を行うエフラボ接骨院、パキポキなど痛みを伴う施術は行っておりません。筋膜療法や骨盤矯正などの施術を行っておりますので、なかなか改善できないという方もぜひお問い合わせください。エフラボ接骨院。新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供。店内はぬくもりのある雰囲気になっており、すべての席が掘りごたつ、6名様までの完全個室を一室完備。オープンキッチンでカウンター席もございます。王者の交番裏側、居酒屋魔順、握り寿司のテイクアウトも承っております。ピピ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 ヒルズ通りから、こんにちは。ピピ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 なんくるないさでほら行こう。きのワンワンきのワンワン、えふえふきのワン。はいはい、後半もね、県内のサッカー情報お話ししていきたいと思いますよ。コメントがねちょっと来てるので、ノナイチュナさん、こんばんは、今夜も来ましたよって。はい、どうもこんばんはです、ありがとうございます。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしですか。はい、で、はい、ですね、 FC 琉球は天皇杯予選を敗退に引きずってしまったとはいえ、はい、ディフェンス陣を早くね整備しないと J2 昇格が見えなくなりそうだ。あー、はい、待ってー本当にね、もう、はい、あとブルガリ3003でいいんだっけ雑、すいません、わしやがなってきてます。はい、やっぱり点取るためにねパンツかぶって応援した方がいいんですかねってやりました。俺 YouTube で見ましたけど、点取ってパンツかぶった方がレッドカードでしたからね、ダメだよ、うん開いた、大丈夫すいません事故が、放送事故がブルガリさんからねコメントが、はい、サッカー見ないなーって来てるんですけどね、そうだね、ちょっと皆さんにね見ていただけるようにサッカーが盛り上がってくれたらなと思いますよ、もう、はい、ブルガリさんもぜひよろしくお願いします。あと、ひっちゃんさん、はいさーいって来てます、はいさーい、はいさーい、ごめんね雑で、はい、あとですね、県内のちょっとサッカー、県出身のね J リーガー情報をちょっとサクサクお話したいんですけど、はい、今日もね、ルヴァンカップとか、J2 の方はね、はい、行われていますが、先週のね試合も引き続きちょっとお話ししますと、はい、はい、J1 の、フロンターレ知念選手は、今週先週とね試合出て、まあ、今日先週とね出ていません。でコンサドーレ札幌の、上原選手14番ね、上原選手は、はい、先週のリーグ戦はベンチ外でしたが、今日行われましたカップ戦はですね、フォワードでフル出場しておりますよ、はい、はい、うん、で J2 の方に行きますと、名古屋グランパスの、田口選手は、今日も、あと前節の試合もフル出場しております。そうですよね、ロアッソ熊本の上里選手もフル出場、今日も出てて選手も出てました、はい、うん、で、カムタマーレのね、ガナー選手は、うーん、前節はですね、先発出場、うん、はい、今シーズン2度目のね、2試合連続のゴールもあったのでね、はい、期待がちょっと大きかったんですけど、
かばたまわれ自体にちょっと負傷者も、退場者も出てね、はい、最終的にはちょっと2人かな2人 いなくなったのかな。ね、結構ねちょっと大きな大敗でしたけどね。で今日はねちょっとベンチ入りしてたんですけど試合に出会っていません、はい。で松本山雅の東馬選手はね、ベンチにちょっと入っていないんですけどトレーニングはねちょっとずつ復帰しているそうです。もう間近なのかなと思いますよ、はい。でジェフ千葉の比嘉選手は、前節は、はい、途中出場でね、2対0に勝利に貢献していました。もう今日の試合は前半出てましたがハーフタイム後半交代しています、はい。でファジアーノの、の赤嶺選手は、今日も、前節もベンチ外でございます。怪我がね、はい、ちょっと長引いてるのかなちょっと心配ですね、はい。でレノファのねレノファ山口の宮城選手は、前節、先発出場で出て後半途中でね交代して、チームもちょっと負けちゃっていました、ただね前半は完璧にねちょっと抑えていただけに後半はセットプレーからかなコーナーキックから立て続けに2点奪われて、はい、その後に交代してるんですけどその後ね同じ選手にまた PK 決められて、ハットトリック取られて負けてるんですよね、はい。ちょっと残念です。まあねちょっと次節にねまた、県出身の J リーガーのお話いろいろねやっていきたいなと思いますよ、はい、はい。そうなのよあとねもうはいもうサクサクいったよ、はい、はい、まだ今週はこれよこれ、はいはい、ジェフ千葉対ね徳島の、はい、試合でありました真渡選手のボールパーソン小月事件、はい、大事件になってますね。そうですね あれはよそうまあ触れちゃダメかもしれないですけどね、まあまあまあ、俺もさ経過していくうちに自分の意見が変わってしまうのがちょっと悔しいんですけど、はい、俺はレッドじゃねえんじゃねえかって正直時は思いました、はい、一番最初見た時ね、はい、でもまあでもいいレッド出されても仕方ねえなって本当に正直思うし、はい、まあ悪いのは悪いよそれは悪い、はい、あれは真渡選手が悪い、はい、それはベースとして何も変わらない、はい、でもねそうよ岩根さんが言ってたようにボールパーソンのこのボール渡しがホームアドバンテージになるようじゃダメだぞと、はい、はい、そうです。あれはね俺も県内のこの主要大会で会場設営のスタッフだったり運営のお仕事を手伝いさせてもらってる上で、それはね笑い話でもちろんあるよ、ボールパーソンはこのホームチームの、はい、カテゴリーの子たちが出たり、はい、県内の高校大学生とかがボールボーイやったりするよそりゃ、はい、その中で負けてたら早く渡せよってかもし 1-0 で勝ってロスタイムだったらゆっくり渡せよとか、はい、それは笑い話で出るよ出るけど嘘だよこれはダメだよちゃんとやってよって、はい、ボールパーソン自体の本来の役割はゲームの進行をスムーズに行うための補助役員なので、はい、もちろんあれはねボールボーイに何の落ち度もなかったかっていうとそうではなくてどっちもどっちではないんだよもちろん、はい、真渡選手が悪いのは 100% 俺あの悪いは変わらない、はい、でもボールボーイボールパーソンのことをもう少し掘り下げてお話ししないと、はい、なんかあのあとジェフの選手がみんなでサイン書いてあげたとか、はい、子供たちは宝だそりゃ宝だよ宝だけどなんかねその子のことだけをなんか美談にしすぎっていうか真渡りやめろとか、はい、1年間出場停止とかいやんなことはねえぞって、ね、本当に思うないっすね全然そんなのはない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 、はい、本当にさ俺の中ではあのあとそう、はい、あれが土曜日で翌日が J3 の琉球の試合もあった 6-1 の試合があったんだけど、はい本当にね、その試合でこう運営スタッフだったりが翌日行われた J リーグでボールパーソンの子たちに何て言ったのかなって、はい、昨日あんなことがあったけどお前たちやるなよ、はい、ちゃんとスムーズにやってくれよって言ったのか、はい、それともなんかごめんね俺の個人的意見だよ、はい、なんか本当はそんなこと言ってないと思うけど
ジェフみたいにさ、なんかあんなやったら選手が退場するんだよっていうような人が他にいたのか、なんかもうね逃げ切らない。ジェフがそんなこと言ってるわけはないんだよ、ないんだけど、そういう声が出てきたりさ、なんかね、アザールの件ももちろんあるさ、あのクリルナの件ももちろんあって、なんだろう、それが常用化っていうか当たり前化になってきちゃねえ、あれはよ、あのもう少し違う方向から話しないと、はい、なんていうの、まあたり人間やめろよとか、それはちょっとなんか全然違うんだよな、はい、なんかあの1年間出場停止とか、ジェフの試合でボールパーソンさせるとか、あ別にやるんだったらやらせてもいいけど、論点はそこじゃねえんだよなって、はい、あの全然違うと一応思いますけど、今回のまあ子供に対する、うん、真渡選手の行為に関しては、ね、もう本当に悪い、もう悪い、あれは悪い、変わらない。ただ今後は、うん、そうこのボールパーソンのあり方を変えていかなければ、ね、これはあれですよ、うん、ルールを整備したり、本当に審判だったりラインズマンだったり、うん、そういったのと同じようにボールパーソンのルールをしっかり研修もしてやらないと、うん、そうそう何も変わらないです。これは大人が認めてるんで、この時間稼ぎってのを海外でも認めてるんで、うん、だから相手のアウェーの選手はやっぱ怒ってしまう、それはもう選手として当然なんだ。大チャンスだしね、もちろんもちろんキーパー出てるしね、だからそれは本当に、現状では真渡選手が悪いです。 そこで感情的になってしまったってのは悪いです。悪い、もうそれは変わらない。そう、これは変わらないです。でも今後は変えていかないと絶対にいけないことです。真渡が辞めたところで何も変わんねえよ、あれはね、はい、もちろん、うん、そんなことないって。もう俺をもう悔しくてからさ、はい、あのポカリ買いましたよ今日、あの徳島の、はい、徳島頑張れ、徳島頑張れ、はい、いつもはもの、はい、県内出身いないと応援しないんですけど、なんかこの子供に対してね、もちろんチェバの選手たちが、現時点で子供がね心にこうすごい傷を負ったっていうのは本当でしょうし、 そう、それをまあケアしてあげてみて、うん、ユニフォームをまあ渡すってことも、うん、まあ、ありだよ、全然ありだよ、うん、ただ今後に関しては絶対に、はい、あのボールボーイのスタンスだったりルールっていうのはしっかりやっていかないと、明確化していかないと、またこれは起こりうることでしょうし、起こるべくして起きたんであって、はい、そりゃね感情的にもなるよ、もう1週間準備してきたあの90分間にもう人生かけるんだから、はい、もちろん、でもダメで俺擁護はしないんだけど、真渡選手が悪いのは悪いも変わらない。でもなんていうのか、なんかちゃんと味方で、この、周りがさ、メディアもさ、なんか首を取ったぜみたいな感じになってるのはもういかんせん許せない。なんかちゃんと公平にやれよって思う、本当に。あのボールボーイが例えば徳島のホームで、そう、真渡選手に千葉のキーパーが出てたじゃないですか、うん、で戻ってる最中に徳島のホームだったらすぐボールが出てきて、そのリスタートすぐスローインから第三者されるっていうことだったら、うん、このボールボーイ自体の機能が変わってるじゃないですか。そう、その出てくるスピードっていうのが、うん、それは絶対にない方が、そうそう、嫁さんも言ってたけど、はい、あれをねパッて渡してね、千葉が失点でもしてりゃね、はい、そりゃそこでブブ言うサポーターいるんだろうって、どうせ子供に言うんですよ、うん、もう、そうなん、どうせその子に言うわけ、はい、何でも早く渡したって絶対言いますから、ね、うん、そこをもっとちゃんとやって浸透させていかないと、はい、だから今大人が変わらないと、この子供自体守れなかったんで、今回はもうこれで仕方ないです。子供も守られてるし、ね、そうそう、うん、仕方、うん、そうだよ、本当にもう言い方ごめんね、もう仕方ないわけ、はい、仕方ない、今後だよ、現状はもう仕方ないです、うん、怒るべくして起きたような形なので、はい、今後どうしていくかっていうのが本当に、まあ、サッカー協会考えなきゃいけない、大事じゃないかなって思う、はい、なんかあれはよ、なんか過剰にさ、本当になんていうの政治家みたいに言う、はい、真渡りやめろとかもうデージも本当に泣きたくなる、あんなのこれ変えなかった、今後各地のホームのボールボーイが不利な状況になったら絶対ボールを渡さなくなって、うん、選手が困ってきますからね、絶対それは各チームが迷惑かかることなので、うん、全体的に変えた方がいいと思います、ね、はい、一応本当に野内田さんからもそうだよねって来たりブルガリさんから難しい話だよなって、うん、そう難しいんだよね、でも、はい、向かう方向ははっきりしてるはずなんだよ、うん、そう、はい、本当にね、与那さんもちょっとおっしゃってたように、ボールボーイの存在がホームアドバンテージになるようだったら、はい、もう選手対選手ではなくなるので、本当に、うん、それはね本当にフェアにね、
やっていけたらなって思うんだけどね、はい、なんかこれを機に悪い方向に行かないかなっていう心配がとてもあってさ、やれよお前なんかもこんなやれよ、そういう感じですね、なるのがちょっとね、はい、寂しいので、という、はい、お話をしているうちにアディショナルタイムが30秒になってきました、はい、もうすいませんね、もうバタバタいろんな話してみて、今日ちょっと暑かったやつ、やばいな、もう申し訳ないです、はい、はい、今週もね、皆さん聞いていただき本当にありがとうございます。はい、この番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラボー接骨院、真心美味でご提供、居酒屋魔順、バーガー&バー沖縄、ボーソルチ、以上各社の提供と AC クレーンの皆さん、そしてね、今週も聞いていただきました皆さんのおかげでお送りすることができましたよ、もう、はい、今夜もね、ありがとうございました、また来週よろしくお願いいたします。それでは、はい、さようなら。熱くなりすぎたいやでもこれは言っとかないとな、本当に俺はよ、なんかよ、ちょっと忘れてた、こんな事件があったのこれ来たよ、ちょっと転んでたしちょっと転んでた掘り下げにくい話題だったあれ入ってなかったもうちょいサッカーで有名だったらやります。今土台作りなんで、いえいえ、それの一つなんで、僕が言ってることってほら、こいつ何言ってるかどうせ言うんですよサッカーの実績も、いやでも、おーって思ってくれる人の方が